はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の上様やっていこうと思います。ということで行ってみましょう。行け。さてさて、ガチョウチーズバナナの皮、これ微妙。チーズにしてみるか。ネズミ待ちですね。光る小石取りましょう。花ドワーフビール、まあ、ドワーフ取ってみよっか。花とね、ドワーフ、まあ、花増やしてもよかったけどね。まあ、これは気分的にはチーズ追加して、ネズミが来た時にね、大量に、帰ってくるようにしたいかなと、25払って、5スピン後に50ですね。お、雨か。まあ、作業台ゲットできるなら、巨大な鉱石取りたいが、まあ、でも、無難に行くなら雨ですね。まあ、スモールシンボルボム取りましょうか。これは即割り。電球取る。ああ、これはちょっと微妙だな。三面ダイス一応取っておこうか。ギャンブラーに備えてね。で、ダイスの目が1。三面ダイス2個目はいらん。クマ取りましょう。クマじゃなくて、ネズミの方が今はチーズを消化してもらう意味ではありな、欲しいんだけどね。いや、これは微妙だな。作業台狙いで鉱石取るか。鉱夫来たら取ってもいいからね。それなら。ダイスの目が悪いね。あ、鉱夫来た。一応取っておきましょう。はい、即割った。で、光る小石追加。電球で即光る。この辺の動きは悪くないね。虚空のストーン取りましょう。虚空のストーン即潰れる。なるほどね。で、50払って、6スピン後に100。バフカプセル、ワイン、巨大な鉱石。まあ、これ、ワインと巨大な鉱石迷うな。むしろ中身出ない方がいいよねっていう意味だったら、ワイン取るのもあり。迷うけど、ちょっと鉱石にしてみよっか、今回は。で、ギロチン取っとく。これで大富豪の処理ができますよと。やっとダイスの目3が出た。信者今更集める感じでもないよね。犬取ってみよっか。まあ、雨取ってるから花追加でもよかったんだけど。お、虚空のストーン、犬。これむしろ犬攻めか。いや、でも虚空のストーン欲しいな。潰してね、スペース圧迫しないからね。で、ダイスの目が悪い。狼。まあ、狼取りましょう。狼の食いぐり、取らなかったけど、次来たら取るからっていうことでね。で、鉱石は甲府に割らせる。もうやっとダイスの目が、いい感じになり始めたか。まあ、光る小石と合わせてウサギの毛でちょっとレアリティ上げようかな。ダイスの目やっぱ悪いな。100払って、次は、6スピン後に150ですね。お、狼お代わり、ダークユーモア取る。さあ、ダイスの目が悪い。クイグリー欲しいな。狼のクイグリーがちょっと欲しいですが、まあ、ここは、ちょっとスキップか。ほい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 。これもちょっとスキップかな。まあ、ココナッツは取ってもいいけど、猿がいないからな、今。ほい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 。犬パール、コクノストーン。まあ、コクノストーン取りましょう。犬でもよかったけど、狼と犬がかなり多いので、狼の食いぐり取る前提で、そっちを増やしてもよかったんだけど、あ、素引きしたアメジスト。まあ、アメジストは育てる余地があるから取っておこうか。で、虚空のストーンが中から出て潰れてくれる。これはかなり嬉しいね。盤面圧迫しないからね。ほい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 。あー、そうか。スモールシンボルボムエッセンス、除去アイテム2個もでかいね。今回盤面圧迫気味だから、除去アイテム2個もありがたいし、破壊、発動できれば強いのは、墓嵐か。あー、でもこれ、墓嵐エッセンス取っとくか。そして、まあ、ワンチャンフーリガン狙ってもいいかな。ウサギかタイムカプセル取っといてもいいんだけど、ちょっと引き直してみよう。外れましたね。まあ、一応、虚空のクリーチャーでも取っておく。泥棒の手袋か。量子シンボルボムで回収したいアイテムがあるかどうか。まあ、ちょっと微妙だね。これだったら泥棒の手袋取っとくか。さて、熊2匹目。ちょっと蜂蜜くればでかい。ただチーズが2個遊んでるから。熊3匹目?これむしろクマのマックスウェルじゃないか?欲しいの。
ピニャタ貯蔵袋、これはスキップですね。さあ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 、これはちょっとチーズ追加できない、スキップしましょう。意外と信者が来てるな、今回取らなかったのに。骨壺は取っておく。墓嵐エッセンス発動すればでかいからね。まあ、ただ破壊手段が今ないから、どうしよっかな。まあ、ただダークユーモアとのシナジーもあるよね、ということだから、ちょっとフーリガン欲しいね、破壊手段として。で、チェリーかコイン、コイン壊しとこうか。さあ、ダイスの目は3面ダイス悪いね。大富豪。まあ、チーズとね、チーズのコイン2倍出すっていうのもあるし、まあ、ギロチン、あ、っていうかギロチンあるのか、今回。関係ないや、取っときましょう。で、225払って、7スピン後300ですね。ちょっとフーリガン狙いましょう。まあ、ケミカル取る。呪われし刀欲しいな。ちょっと忍者で忍者ムーブできたら楽しいんだけど、こっから忍者が集まるかって言われるとわかんない。これむしろクマか。クマさんだらけになってきたな。カニじゃないんだから。クマでカニムーブ。あー、忍者出たのにワイルドカード取るよ、さすがに。なんてタイミングだ。バナナパール。これはスキップですね。で、ちょっと除去アイテムで、なんかいらんもん消すか。チェリーかな、チェリー消しましょう。で、ギロチンで大富豪処す。雨で花が育つ。ダイヤはちょっと微妙だね。最抽選カプセル取るかどうか。まあ一応取るか。今ないからね。ワイルドカードは、あーまあ、あ、これちょっとギャンブラー取ろう。三面ダイス、もうちょっと活かしていきたい。オレンジ怒りかき。ここはちょっとスキップ。ハチノスとか出ないかな。300払う。ちょっと次の支払い怪しいね。8スピン後に375。ね。これ微妙だな。チリパぐらいしか取るもんがない。トランプ名人、トランプやってないから忍者ですね、これは。さらに、指名手配ポスターと泥棒の手袋で泥棒を手厚くしていく。ただ泥棒いないんだけどね。ちょっと375で力尽きそうかな、この感じだと。あ、フーリガンゲット。フーリガンはでかい。よし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 。オッケーオッケーオッケー。今のはでかいね。これでなんとか耐えられる可能性上がったか？上がったか？微妙だな。シェフ。シェフですか。シェフ。いや、シェフではないな。あ、でもチーズがいっぱいあんだな。シェフ、蜂蜜撫でてくれればとか、思うことはなくはないけど。まあ、ただシンボルが多いんだよな。ちょっとやめときましょう。さあ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 。4スピン後375。いや、厳しいな、いよいよ。蜂蜜。おの。ギャンブラーが言った。お、ギャンブラーワイルドカードで吸ったのはでかいか。ロックボックス鍵がないから、これもスキップですね。22375いけるか？ちょっと怪しいな。ダイスの目悪い。ココナッツ取ってもしょうがないから、ギャンブラー今じゃないよな、でも。すぐにコインになるわけじゃないからね。ちょっとこれはスキップするしかないか。いや、しかし2スピン後に375ってなると120は厳しいな。いや、120厳しいな。スピリットにワイルドカードが絡むとかがないと、ちょっといけそうにないよね。巨大な壺取る。まあ、巨大な壺をフーリガンが割って、スピリットが2体。いや、ちょっとダメだね。これ終わったな。割らないし。40ちょっと足りなかったかな、というとこですね。なるほど。いやー、まあね、忍者が出たタイミングで取らなかったんだよね。呪われ仕方のあるから、忍者2体3体といればまた別だったけど、ワイルドカードに釣られちゃうよね、でもやっぱり。まあただこの時点では、大きくコイン出すのもいなかったから、まあワイルドカードより忍者を取った方がもしかしたら強かったかもしんないなっていうのと、やたらクマが来てるけど蜂蜜あるわけじゃないのと、序盤に取ったチーズがね、ネズミ来なくて食えてないと、その辺で、まぁ、ちょっとね、全体的に噛み合ってなかったかなというところですかね。
なるほどね。ダークユーモア引いたのにコメディアン出てこないしね。レアからアンコモンにレアリティ下がってるはずなのにみたいな。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。